山本博は日本のお笑いタレント、プロボクサー、お笑いトリオ、ロバートのメンバー、身長177センチメートル、体重57キログラム、吉本工業所属、群馬県大羅郡大羅町出身、既婚、小学校時代は陸上クラブ、中学時代はテニス部、高校時代はゴルフ部、小学校の時に野球もやっていた、足利工業、 大学附属高等学校電機科卒業。1998年、学生時代の同級生であった山崎と共に、NSC 東京高4期生として入学し、コンビ山本山崎を結成。しかし、山本を誘った山崎は2ヶ月で中退。以後、芸のないピン芸人として、様々な同期生と組んでは、解散を繰り返した。当時後の相方となる秋山と、 ババは選抜コースに、山本は基礎コースにいた。同年12月、卒業公演のオーディションで秋山とババがツッコミを探すために焦っていたため余っていたものの中から選ばれメンバーとなった。2012年10月12日、ロバートとして秋山隆二とババ広行とともに福岡県北九州市観光大使に就任。2013年8月21日、 自身の地元であることから山本博士として、群馬県大浦町官光大使に就任。2015年11月26日、一般女性と結婚。2017年7月9日、第一師団児が誕生。ビジュアル系、ロックバンドルナシーのスレイブであり、歌番組にルナシーが出演した際は、自身のツイッター内で興奮した様子を綴っていた。 ロバートの結成15周年を記念して行われたベストコントライブではルナシーの代表曲であるロジエを熱唱したこともある。また、このことが縁で過去にテレビ朝日で放送されたルナシーの緊急特番にロバートが出演したこともある。ちなみに山本は過去に跳ねるのとビラないで放送されたコント知られざる素顔ピンクハレルヤ物語でビジュアル系。 ロックバンドのボーカルを演じた経験がある。毎週、放送会を欠かさず録画してみるほど、大の、ちびまるコちゃんフリークである。山本曰く、年に一回くらい、めちゃめちゃ感動する話があって、その、当たりが楽しみであるとのこと。とある飲み会で、山本が、この発言をしたところ、たまたま隣にいた女性が、私もなんですと話に入ってきたことから、意気投合して、交際に発展し、 結局この出会いがきっかけとなって山本はその女性と結婚に至ったというエピソードがある。また、チビマルコちゃんの魅力について山本は常日頃ある子供にとっての大事件がいっぱい詰め込んであるんです。小さいことだから大人になると忘れがちなことなんですけどね。それをノスタルジックになりたい時とか夜中にお酒を飲みながら見るとめちゃくちゃハマるんですよ。と語っている。 ちなみにマルコの父親の名前も、ヒロシである、クイズプレゼンバラエティ Q 様の企画で、プロボクサーのライセンスを取得している。2014年11月26日、高楽園ホールにて、今岡ボクシングジム所属、リングネーム、ロバート山本として、プロボクシングデビュー、高橋陸相手に4回 TK を勝利、ライセンス執行まで1年を切った36歳での挑戦だった。 2015年、ボクシングのトレーナーライセンスを取得。トリオとしての出演については、ロバート出演作品を参照プロフィールに、立林出身と書かれることもある。ロバートが、北九州市観光大使に就任、郷土愛あふれる。ナタリー。2016年6月23日閲覧、シンボルマザー推薦、ロバート山本が、地元オーラ町の観光大使。ナタリー。 2016年6月23日閲覧母の推薦でロバート山本が地元群馬県オーラ町のシンボルマンにエキサイトニュース2016年6月23日閲覧地元群馬県オーラ町の観光大使に就任したロバート山本博シイコール群馬県オーラ町観光大使就任式 オーコンスタイル2016年6月23日閲覧ロバート山本が一般女性と結婚入籍日は TKO で勝利をつかんだ日オーコンニュース http w w w r i c o n c o j p スラッシュニューススラッシュ2062924スラッシュフルスラッシュ2017年7月10日閲覧 ロバート山本第一市長男誕生、ボクシングセンスがあるらしい。スパニッキーアネックス、http www. スパニキー COJP、co j p. エンターテインメント、ニュース、2017、07、10、記事、2017万7 1 0 s 0 0 0 4 1 0 0 1 5 3 0 0 0 CHTML2017 年7月10日、閲覧。 ルナシーのファン及び6番目のメンバーを指す言葉。2013年11月27日のツイート2013年12月1日のツイート。吉本ニュースセンター。ロバート結成15周年総決算。人よ限りのベストコントライブ。吉本工業公式ホームページ。2018年8月25日閲覧。ルナシーのリブートに迫る緊急特番オンエア。ナタリー。 2018年8月25日閲覧、千原ジュニアが明かす、チビマルコちゃんきっかけで結婚した、後輩芸人。ライビダーニズ、2018年12月22日、閲覧、ロバート山本博士が、チビマルコちゃんの魅力を語る。ライビダーニズ、2018年12月22日、閲覧、江藤光が発防衛戦、ロバート山本はウ人。デイリースポーツオンライン。 2016年2月12日、閲覧、お笑い芸人、ロバート山本、デビュー戦、TKO 勝ち。ボクシングニュース。2016年2月12日閲覧、ロバート山本ボックストレーナー資格取得、クイッパグレの心配減った。スポニチ。2015年10月13日閲覧、ロバート山本の紙芝居が、絵本に、秋山のむちゃぶりを題で描く、むちゃぶり紙芝居。 お笑いナタたり、2018年12月22日閲覧、ロバート山本に関するカテゴリー、ありがとうございます。